もちろん今ご覧いただいたのは、データベースのモジュールを生成して破棄するコードを毎回毎回行うことになってしまいますので、まあ非常にもったいないという話ですので、データモジュールに関しては、ユーザーセッションに格納しておけば、ユーザーごとにデータベースモジュールのインスタンスをずっと持ち続けることができますので、余計なオーバーヘッドがかからなくなる。まあ、ただしですね、データベースサーバーへのコネクションを貼ったままになってたりしますので、その場合には必ず、コネクションをクローズするなりですね、できるだけ、サーバー、データベースサーバーにつなぎっぱなしにならないようにですね、考慮する必要があるでしょう。まあ、ご覧いただいたのは非常に簡単な例でございますので、実際の場合にはもう少し考慮することがあるという。このイントラウェブですが、デモアプリケーションのプロジェクトが多数備わっています。私がですね、ウェブサイトからダウンロードしてきてですね、展開したデモプロジェクトが、まあ、いくつかありますので、ご覧いただくことにしましょう。これは、画面からですね、ファイルをアップロードして、さらに画面の中からですね、ファイルのリストにアクセスするというデモが、ね、用意されています。これを実行して、ウェブブラウザからアクセスしますと、アップロードするファイルを選択し、アップロードが終わったら、リストを参照し、ここで PDF ファイルなどを参照させることも可能になると思います。このようにですね、デモアプリケーションが多数、ついていますので、インタラブでできること、できないこと、大体のことはできるんですが、このデモを参考にしながらですね、アプリケーションを、作るとですね、非常に効率がいいかなと思いますね。はい。で、先ほどの作ったアプリケーションですが、デスクトップブラウザーから見る分には、特に問題なさそうですね。ですけども、同じ画面を、他のブラウザーから見るとどうなんでしょうか。ポート番号は8888ですね。なんか見た目が、ちょっと違いますね。横にスクロールしなければいけませんし。このようにですね、イントラウェブの作ったウェブの画面というのは基本的にデスクトップブラウザー向けでございます。jQuery モバイルなどは、このままでのデフォルトでは使えませんので、あまり見た目がよろしくないということになります。ですけども、iPad や、Android のタブレットなどのように大きな画面の場合にはですね、このままですね、デスクトップ向けのウェブアプリケーションを利用することは可能かなと思います。デバイスを iPad に変えて、ちょっと時間がかかりますね。ウェブブラウザーでアクセスして、先ほどのセッションの情報が引き継がれているので、ボタンを押しなくても最初からデータベースの値が表示されていますね。これはセッションを引き継いでいるという証拠になります。ちょっと見づらいんですが、ボタンを押していないのに最初からデータが見えていますね。では次の話題に進みましょう。画面を遷移するという話です。もう一度イントラウェブのサーバーアプリケーションを作ります。違うフォルダにしましょう。これは第一画面になります。ボタンを押すと次の画面に移動したいという場合ですね。新規作成のメニューからニューフォームを選択します。で、2画面目が出てきました。で、保存します。ここに分かりやすいようにまた別の置きましょう。1つ目の画面のボタンの色を分かりやすいようにですね、
色を変えておきます。赤にしましょうか。はい。このボタンを押したら2画面目に移動するんですが、その際にはユニットを使うで2画面目の参照を追加して、2画面目のクラスですね、このフォームを生成します。この際にですね、ウェブアプリケーションと呼ばれる親を指定して生成するのがポイントです。ショーメソッドを呼ぶと2画面目に移動できます。はい、こんな感じですね。では2画面目から元の画面に戻るには、自分のページを破棄する、2画面目に移動してボタンを押すと最初の画面に戻ります。これで行ったり来たりができるんですね。非常に高速ですね。はい、これがイントロウェーブの画面遷移の基本になります。では以上を踏まえてですね、次はイントロウェーブに PMS ソフトウェアの iPhone コントロールパックを追加して iPhone アプリケーションを作っていきましょう。もう一度その他から新規作成イントロウェーブ、イントロウェーブアプリケーションを選び、別のプロジェクトとして保存します。画面にですね、今度は別のコンポーネントを配置します。iPhone 専用のコンポーネントになります。iPhone Region ですね。ITIW iPhone Region というクラスになります。これが画面、1画面分になります。この iPhone Region をですね、複数配置することで、画面を切り替えて一つのモバイルアプリ、ウェブアプリケーションを作ることになります。はい、色が分かりづらいので背景を変えましょうか。はい、で2画面目、もう一度 iPhone リージョンを配置します。これも同じ色にしましょうか。ね、はい。例えば、この中に特定のツールバーのようなものを配置したい場合には、イントロウェーブのデフォルトの機能であるリージョンと呼ばれるものを配置して、まあ、好きな場所に配置することになるんですが、画面の上部に貼り付けたい場合にはですね、アラインのプロパティを選択して、トップを選択します。この中に、iPhone 用のボタン、失礼、iPhone ボタンですね、配置して、次のページにも iPhone ボタンを配置しましょう。はい。これが1ページ目と2ページ目。この中に画面遷移を行うための iPhone、ページフリップと呼ばれる機能を追加します。ここですね。はい。このページフリップのコンポーネントを使うと、前画面と後ろ画面を管理して行ったり来たりができるようになる。iPhone ページフリップのプロパティのフロントリージョンは最初のページ。バックリージョンは2ページ目。はい。で、ボタンを選択して、同様にイベントハンドラーを記述します。
で、これでページフリップのスライドトゥバックというメソッドを呼ぶと2ページ目に移動します。2ページ目のボタンのイベントハンドラーを記述します。今度はスライドトゥフロントというメソッドを呼びます。はい、でこれでちょっと実行してみましょう。まず最初にテストするのは Google のデスクトップブラウザになりますね。ちょっとなんか2ページ目がちょっとチラチラ見えてますね。ビデオ、インターネット見てらっしゃる方はちょっとわかりづらいかもしれませんが、先ほど設計したこの画面というのは1個のウェブ画面の中に iPhone 用の画面を2つ配置してるんですね。ですのでデスクトップウェブブラウザで見ますと、2ページ目がもう先にちょっと見えちゃってる。はい。ボタンを押すと横にスライドして出てきましたね。あくまでもこの iPhone コントロールパックはデスクトップウェブブラウザ向けではなくて iOS のモバイル向けなので、このような、まあ、テストはしても構いませんが、実際の使う場面では、アクセスしてきたウェブブラウザーの種類を見てですね、モバイルのウェブブラウザじゃなかったらデスクトップ向けのページに飛ばすとリダイレクトするような処理が必要になるかもしれません。はい、ではこの画面をですね、iPhone を使って見てみましょう。デバイスを iPhone に戻して、もう一度アクセスします。はい。上に貼り付いてるボタンですね。これは横にすると、ですね、一瞬、なんだか隣のページは見えた気もしません。しますか、ね。はい。ボタンを押すとですね、隣のページは見える。はい、で、また元に戻る。はい。で、このようにですね、複数画面を行ったり来たりすることが簡単にできる。かつですね、アラインのプロパティを使って画面のレイアウトを動的に変えるということも一応可能になっていますね。はい、この TMS コントロールパックは、iPhone コントロールパックはですね、 TMS IW iPhone というカテゴリーに入っています。ここに様々なですね、iPhone 専用のコンポーネントがありますので、これを使って画面を設計していくということになります。でウェブページちょっと製品の情報を確認しましょう。 TMS iPhone と検索するとですね、最初にヒットするページがそれになります。TMS ソフトウェア社のですね、イントロウェブコンポーネントの中の iPhone コントロールパックになります。バージョンは現在 2.0.1.0 ですね。4月の4日に新しいバージョンが出ています。よく見るとわかるんですが、Delphi XE2 のイントロウェブじゃなくても、昔のバージョンのイントロウェブ、Delphi XE であったり、Delphi 2009であったり、複数のバージョンのイントロウェブに対応していますので、必ずしもですね、Delphi XE2 が必要というわけではありません。現在 Delphi 2009を使っている方でもですね、iPhone 専用のウェブページを作成することができる。ただし、これ無料じゃなくてですね、ご覧いただいているように様々なコンポーネントが使えるんですが、ずーっと下行きますと、値段が書いてあるんですね。ごめんなさい、95ユーロでした。およそ1万円弱という値段で、このコンポーネントが購入可能になっています。では、あらかじめ作ってあるデモプロジェクトがありますので、それもご覧いただきましょう。はい。このアプリケーションは、バックエンドではサーバー側では、
マイクロソフトアクセスですね。のデータベースに ADOK でアクセスして、ページをレンダリングしています。あ、失礼。まだ動いたんですね。はい、デスクトップウェブブラウザーで見るとですね、なんかぐちゃぐちゃでよくわからないんです。ちょっと画面が変ですね。うん。まあ、なんか動いてる感じはするけども、やはりデスクトップ向けのページではないので、ちょっと画面が崩れてますね。はい。ちょっと変ですね。じゃあ同じ画面を iPhone で見てみましょう。もう一回リロードして。はい。なんか綺麗に整ってますね。なんか項目を選択すると、その項目の詳細画面に移動して、値を変更して、アップデートボタンを押すと、データベースの値が書き換わると。はい、30という値が19に変わりますね。この間ですね、サーバーに一度制御を移っています。はい。例えば、このアップデートボタンを押した場合のイベントハンドラーですが、AJAX による非同期の画面更新の機能、プラスサーバーを呼び出して、このイベントハンドラーが呼ばれています。デバッグ実行して確かめてみましょう。はい、もう一度画面を更新して、値を変更してアップデートを押します。そうするとサーバー側に来ましたね。ブレイクポイントで止まっています。このまま実行すると画面が切り替わって新しい値になっている。このようにですね、Delphi のコードを使ってさらにデータベースアクセスの機能も使いながら、重要アプリ開発感覚でですね、iPhone アプリケーション、iPhone のモバイルウェブアプリケーションを作ることが可能になっています。はい、面白いのは、このようにですね、ホーム画面に追加の機能を押しておくと、このウェブアプリケーションをですね、アイコンとして登録して、ネイティブアプリケーションのようにですね、ネイティブじゃないんですけども、登録することができます。まあ、これは iPhone の機能ですので、イントロウェブの機能ではないんですが、専用のスプラッシュスクリーンやアイコンを用意しておくとですね、iPhone のホーム画面に登録することが可能になります。はい。あ、ではですね、最後に、帳票開発機能、帳票ツールについて紹介させてください。この、オブジェクトギャラリーの中に帳票というものはちょっとないんですね。どうやって作るかと言いますと、簡単なものを作っています。VCL フォームアプリケーションを作って、プロジェクトとして保存しておきます。ツールパレットの中から、ファーストリポートのコンポーネントを選択することにしましょう。はい、このコンポーネントを配置してダブルクリックしますと、帳票の設計画面が出てまいります。はい、この中に、例えば文字列を表示したい場合には、リストボックス、あ、まだテキストのコンポーネントを配置するんですね。これ重要なのはですね、フォントの名前やサイズを正しく調節しておくことになります。フォームを選択して、フォント、MS ゴシックになるんでしょうか。を選択して、キャラセットも日本語にして、サイズは少し大きめ。
このようにですね、フォントを正しく選択することが重要です。はい。帳票データを作ったら、PDF としてエクスポートする場合には、専用のエクスポート用のコンポーネントが備わっています。PDF のエクスポートのコンポーネントは、実際には、どんなフォーマットにするか、いろいろ選べるダイアログボックスを出したりですね、進行状況をですね、表示したりする機能も備わっています。サーバー側で動くこのエクスポート機能には、GUI 必要です、ありませんので、まあ、必要ないオプションを外しておくと。さらには、フォントの問題もありますので、PDF の中にですね、フォントを埋め込んでおくタイプ。PDF のサイズはちょっとでっかくなりますけども、これを選んでおくのがポイントですね。ボタンを配置して、PDF をエクスポートしてみましょう。まずは、ファーストリポートのコンポーネントの、プリペアリポートのメソッドを呼び出しておきます。そして、PDF のエクスポートコンポーネントに、ファイルネームというプロパティがありますので、ここに PDF のファイルの名前。次にですね、ファーストリポートのコンポーネントのエクスポートメソッドを使って、ここに PDF のエクスポートのコンポーネントを渡す。ただこれだけです。実行して、時間かかってます。ボタンを押すと、本当に何も画面変わってませんけども、PDF ファイルができているはずと。あ、PDF ファイルがありましたね。5メガぐらい、フォントを埋め込んでしまっているので、5メガぐらいになるんですが、これをですね、iPhone やですね、そのデスクトップアプリケーションから、ウェブアプリケーションからですね、送り返したりとか参照できるようにすると。これで、サーバー側で生成した PDF が、ウェブブラウザーでも表示できるです、ね。私、この中にアクロバットリーダーが入ってないので見れないですね。申し訳ないです。はい。で、PDF にエクスポートするのは本当に3行で終わるというわけです。はい。あっという間に、1時間弱経ってしまいましたね。また来週お会いしましょう。さよなら、また会いましょう。